ジェニーに小林マリノ来ましたね。うん、そうですよ、マリノ久々の日本でのレースどうだ。フィニッシュします。ちょっとタイム確認しましょうか。小林マリノは3分17秒。初めてこのロードレース見るっていう方は、はい、え、そんなもう10秒ずつでこれ間に合うのみたいなところもね、うん、はい、あるかもしれません、はい、これはですね、稲村さん今どう思ってますか。私はもう本当にこの2人が勝つんじゃないかなって思いながら見てますけど、ま、勝ってほしい。キダンブラザーズです。キダンブラザーズ、マルコス・ガルシア、サルバトール・グアルディオラ・トーラ、マルコス、これね、一般の方々がね、うん、ついていくだけでも結構大変だと思いますけれども、はい、いやそれをね、先頭を引っ張っていく、ローテーションしながら2人でこのペースを維持していくっていうのは、はい、もうこれはもう人間技ではもうなくなっていますね。で、TOJ が終わると来週末はツール・ド・クマノという国内のまたまた UCI のステージレースが、キランサイクリングチームのホームゲームとして行われるんですよね。そうですね、まあ、それも考えると、まあ、今日のこのね、出し尽くすっていうのは本当にリスペクトですよね。そうです、ある意味もうターゲットをそちらに絞ってもいいかもしれなかった今日のこの東京ステージなんですが、もうそれはそれだと、とにかくディフェンディングチャンピオンとしての最後の意地をこの東京ステージで見せているというのがまた熱くさせますよね。 そしてプロトン、これは小林マリノが引っ張ってますね。マリノも昨日いいレースをしました、はい、あ、逃げましたしね、本当に総合8位までジャンプアップ。いや、総合8位はね、本当に彼にとっては弾みになるような、そうですね、結果になりましたし、うん、まあ、レース始まるまでね、はい、まあ、エースナンバーつけてるけど大丈夫かなと思ったら本当にそれに応えるようなね、はい、走りをしっかりしてきました、うんうんうん、総合8位、立派です。そうですね、まあ、日本人としてはね、うんうん、2番目ですね、今のところは、はい、そうですね、総合の日本人の最上位選手は7位につけているチームブリヂストンサイクリングの石橋学選手ですね、はい、うん、まあ、その石橋選手もね、総合11位から7位まで、はい、昨日の段階で上げてきましたんで、はい、まあ、日本人としては本当にこの2人しっかりとできるところでジャンプアップしてきたっていうね、はい、うん、そんなステージに昨日なりました。そうですね、そして UCI ポイントももう獲得目の前だということになりますよね、はい、港選手かな、左側からまたズッティの選手が出てきましたね。もう一度アタックしたのは小林マリノかな。今年の、はい、今年から所属したズッティビクトリアの小林マリノ選手ですね。あ、そうですね、小林マリノですね。今年のツールド、失礼、ツアーオブジャパンでは個人総合では第8位にまで入っております。小林マリノ非常にいい走りしてましたよね。そして追走に山本元気入りましたね。さあ、この先に小林マリノ、そして山本元気が今映像に映っています。あ、山本元気は戻るかな、戻りそうですね。やはり多くの選手が逃げたい意思表示がもうこれで見て取れますよね、さあ先頭行く、こちら小林マリノ、51番の小林マリノです。サーブジャパンの伊豆ステージでもね、はい、逃げて逃げ集団で走ってましたけども、いい走りでしたからね。そのまま好調な体調を維持してこのツールド熊野に来てくれましたよね、はい、ファンが多いんですよ。寿司ドラゴンなんていうね、あだ名がついてるらしくて。寿司ドラゴン、寿司大好きなんですよ彼。あ、そうなんですね、はい、はい、で一時ヘルメットもね、寿司のドラゴンと寿司となんかかけたような、はい、確かそんなヘルメットだったんです。今は違いますけどね、以前そんなヘルメットもかぶってたような記憶がありますね。本当にお寿司大好きみたいで。あ、そうですか、はい、海外に行ってやっぱりこう日本の寿司が恋しくなる、恋しくなるんじゃないですか。でも、でも彼お父さんかお母さんかどちらか、そうですね、確かスペイン人なんですよね、はい、スペイン人と日本人のハーフだっていうふうにお聞きしてますけども、はい、それでもやっぱり日本に来ると寿司を食べたくなるみたいですよ、ね、そしたらもうこの熊野エリアなんてお寿司最高じゃないですか。もう、うん、魚
新鮮な魚はもう自慢できるぐらいねありますからね、このエリアは。ぜひあの小林選手、このツールド熊野終わったらお寿司食べて帰ってほしいですけどね。やっぱりちょっとあのステージレース期間中は何かリスクあるといけないということで、生ものを選手たちあまり食べない、なんかそういった傾向がありまして、はい、この期間中はなんか本当に食べるものを気遣って、あのそういった、まあ、例えば刺身も食べれないし、あのそういうところをこう選手たち気遣いながらこのステージレース毎日毎日あの生活してますんで、終わった時ぐらいはね、なんかそうですね、美味しいものを食べてもらいたいですよね。はい、さあそんなお寿司大好きな寿司ドラゴンの小林麻里乃選手、ここに向けてツアーオジャパンとそしてツールド熊野に向けて調整をしてきたというふうに語っていました。あ、そして麻里乃選手の後ろ側、はい、ソウルサイクリングの選手の後ろに山本元気入ってます ね、この2名は追いつくかな。ただ集団も近いのでまだ何とも言い難いんですが、そしてもう一つ追走ができてまして、セントジョージの選手とキナサイクリングチームの選手2名が抜け出して、今ジョインした3人、先頭山本元気と小林麻里乃の集団に追いつくかな、追いつくかなというところですね。はい、先頭5人になるかな。そして後ろからまた追走が出ていますね。出てますね。こちら宇都宮ブリッツェン、ちょっと誰か見えなかったけど小野寺玲選手のような気もしますね。違ってたらごめんなさい。避難サイクリングチームはサルバドル・グアルディオラですね。5名の選手ですね、5名の選手が現在逃げようとしているところですが、はい、まあ、後ろからやっぱり追走が出ますね。はい。